60レゴルです。レゴルのまったりマイクラ実況始まっていきます。イエーイ、フフフ、やった。あ、糸落ちちゃった。うわっ、やだ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 、痛いよ、痛い痛い、ひどいひどい。開始早々死んでしまいました。三人称視点のやつ難しいですね。今のは変だったけど、わあ、僕の経験値がばらまかれている。まあ今日はですね、結構進んだんですよ。まあ今雨降ってるし、モンスターもいるんで、ちょっと一回寝ますか。そう、寝るといえばベッドです。ベッドを作りました。え、夜じゃないの？くそ、雨が降ってるからゾンビが焼かなかったのか。でですね、石炭を結構集めました。こんな感じで44個ゲットね。で、結構まあ剣も作ってやったんですけど、今日のメインはですね、まあ石炭を結構集めて、でですね、まあ前回に行った、なんだっけ、洞窟探検をね、行きたいと思っているので、よろしくお願いいたします。まあもうノープランなんで、どうだったかな、まあいいや、こういうのもノープランなんでやっていきましょう。はい、前回ですね、ちゅっと洞窟探検したんですが、洞窟周辺、いて、洞窟周辺をね、ちょっと爆発されちゃいました。クリーパーね、入ったかもしれないけど、必死でやるくらい。でですね、まあこんな感じで、ちょっと、はい、ここで前回終わったんですよね。で、今回はここを独占系していけと思います。はい、はい、でですね、まあまず、こっち側行きましょうか。はい、こっち側に進んで行きたいと思います。
るやんみたいな感じで面白くしようと思ったの。普通に手繋いんじゃん。あ、コウモリかわいい。コウモリって飼えないのかな。あ、鉄あったんだな。なんで。美味しいと思ってないからね。美味しいなんて一言言ってないから。あれ進めないよ、はい、おいしょ。進むことができましたと。なんで俺鉄を置いたんだ。もうここら辺は、あ、今度で一緒。ここの洞窟広いな、結構広め。うんうん、松明を置いてあげて、さっきの場所戻りましょう。まったくチビゾンビさんはね、すばしっこいですから。鉄がありました。はいはい、行き止まり、はい、行き止まりの証をして、こちら安山が、わかんない。鉄、鉄、広い鉄。こっち側に、あー、コウモリちゃん。よいしょ、松明がなくなるぐらいまでやっちゃいます。あ、鉄、あ、鉄、さすが鉄ですね。さすが鉄ですね。さすが洞窟ですね。洞窟探検ってみんなが見て面白いのかな、よくわかんないよ。だけど、うん、いいと思う人はよろしくお願いします。どうしたの、やめろ、まだ早まるな。ここに落ちて死んでも知らないよ。早まんないでくれ、まだ落ちちゃダメだよ。君はまだ人生長いから。最後の一本をどこに投げるのか、この円の真ん中。鉄ということで、うわ、鉄、鉄、今日は鉄三昧でした。よいしょ、はい、ということで今日は鉄がたくさんありました。すごく嬉しいと思っております。まあね、今日は結構鉄が見つかったので、動画界で掘り起こして、まあ、鉄をね、ざん使っていきましょう。まあね、次回は
鉄が何個集まったのかを報告 してから洞窟探検をしていきたいと思っておるので、ぜひよろしくお願いします。まあね、ここマイクロの知識とかそんな少ないんで、まあそこら辺は多めに見てください。まあコメントまあですね、前回の動画にまあ8分から10分の動画がいいと言われたので、どのぐらいかなわかんないけど、結構カットしまくってるから、僕はまだわかんないけど、どのぐらいでいいかな。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代の僕は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。